岡本直博は、日本の実業家。株式会社大手、広告通信社執行役員経営戦略室室長、長株式会社横浜 B コルセアーズ取締役、東京都出身。1989年、日本大学法学部卒業、大手広告通信社入社。2001年、プロ野球マスターズリーグイベントディレクター就任。2005年、 茨城ゴールデンゴールズ代表就任。2010年、日本プロバスケットボールリーグジーフプロデューサー就任。2013年、横浜 B コルセアーズエグゼクティブプロデューサー就任。2015年、横浜 B コルセアーズ代表取締役 CEO、就任。大手広告通信社に、新卒で入社、プロ野球 OB を集めた、マスターズリーグに携わった後、タレント、 萩本も一が、オーナーの社会人公式野球クラブチーム茨城ゴールデンゴールズの発足に企画から携わり球団、代表を5年間にわたって務めた。2012年、プロバスケットボール BJ リーグのオールスターゲームで、イベント統括プロデューサーとして、バスケットボール界と接点を持つ。BJ リーグのファイナル。 プレイオフの総責任者を担当していた2013年に、横浜 B コルセアーズの経営危機器が表面化したことから、横浜の経営状態の調査などに携わった。最終的に横浜 B コルセアーズは BJ リーグ2012から2013シーズンで優勝を果たしたが、経営としては、債務超過と運用資金ショートによる実質的な経営破綻状態に陥ったため、 2013年5月には選手契約や試合運営を含め球団運営を旧経営陣から大手広告通信社に全面委託することになり岡本は新執行部のエグゼクティブプロデューサーとして横浜 B コルセアーズの経営に参画 B リーグ開幕に向けた準備時期である2015年5月に代表取締役 CEO に就任した経営者としての施策として 経営難に陥っていた球団を立て直すべく、株式の一般公募やパートナー企業との協業等によるキャッシュフローの改善、資金力の強化とともに、観客動員力の向上のためにブランディング、エンターテインメント性を含めたイメージ戦略等を進めて経営破綻を回避。トップリーグである B1A の B リーグ初年度からの参入を成功させるとともに、 B リーグでもトップレベルの観客動員力まで成長させた。しかし、この時の債務はその後も、球団の財政に大きく影響を与え続けており、チーム成績も低迷を続けることになった。特に2016年の B リーグの開幕以降の横浜 B コルセアーズは、地区再開が定位置となり、3シーズン連続で株リーグへの降格危機に陥った責任を取る形で、 取締役への降格となった。ありがとうございます。